5人、ライダー対キングダークは、1974年7月25日に、フィンガー5と遊ぼう。東映漫画祭りの一編として公開された、東映の中編映画。平映作品は、フィンガー5の大冒険、マジンガーゼット対暗黒対将軍、ゲッターロボ、イナズマン会、マジョッコメグちゃん。28分、シネスコ、カラー作品。テレビ番組。 仮面ライダー X の劇場用新作。この年3月の東映漫画祭りの春工業では、テレビ本編の第3話をシネスコサイズにトリミングしたものが上映されたが、劇場用完全オリジナルとしては本作が初となる。仮面ライダー X を主役とする映画であるが、シリーズで初めて題名には特定の仮面ライダーの名が完成られていない。 本作品の制作された1974年は仮面ライダーが巻き起こした変身ブームがピークを過ぎマジンガー Z に代表される巨大ロボットアニメが変わって子供たちの心を捉えており仮面ライダー X テレビ本編にも新しい大幹部として巨大ロボットのキングダークが登場することとなったテレビ本編が神話怪人シリーズからキングダーク率いる 世界悪人軍団シリーズへと移行する変換期に制作された本作品では、これを反映し、アポロガイストハイカのゴッド秘密警察と悪人怪人、またチコ、マコが混在して登場するなど、両者の設定にまたがる作劇となっている。工業タイトルとしても、フィンガーハイブと遊ぼう。東映漫画、祭りと題し、劇場ポスターではメインに、 マジンガー Z 対暗黒大将軍が配置され、時代の数勢を伺わせるものとなっている。歴代仮面ライダー4人が客演するが、1号はニューヨーク、2号はパリ、V3 はモスクワ、ライダーマンはタヒチから駆けつけたと説明される。ライダーマンはテレビ本編仮面ライダー X の前作である仮面ライダー V3 の劇中で死が描かれたキャラクターであり、 本作品が正式な復帰作となった。4人のライダーはほとんど変身後の姿で行動し、祈願城での変身する時の見過顔を見せているが、それらのシーンには、本郷武、一文字隼人が映画、仮面ライダー対ショッカー、風見四郎が映画、仮面ライダー V3 対デストロン怪人、結城ージは V3 のテレビ本編の映像を流用していて、 オリジナルキャストの劇中における素顔での出演はなかった。仮面ライダー2号はライダーキックを放つ際に2号ライダーキック、ライダー2号キックと叫んでいる。またライダーマンはネプチューン戦において左腕にパワーアームを装備しているが決戦でカセットアームを装着していない。アクション面ではトランポリンによるジャンプ撮影が雨天によりすべて屋内のホリゾントを背景に 行われていて、カットによっては、スタジオの天井が映り込んでいる。作劇の構成はかなり端折られており、ゴットのカラカラ作戦は、具体的には描かれることはなかった。公開前には、伊勢丹新宿店にて、大々的なタイアップイベントが模様された。仮面ライダーシリーズの劇場版は、この後1975年春に、仮面ライダーアマゾン、同年夏には、 仮面ライダーストロンガーが、それぞれ、東映版が、祭り内で公開されるが、いずれもテレビ版を、ブローアップしたものであり、劇場用新作は制作されなかった。シリーズの劇場用新作は、本作品から6年後の1980年春に、公開された、仮面ライダーの劇場用新作、仮面ライダー8人、ライダー VS 銀河王であった。日本壊滅を図る暗黒組織、 コットの新幹部キングダークの命によって、キマイラ・ガマゴエモン・ユリシーズ・アキレス・ジンギスカン・コンドルの5怪人が行動を開始した。協力者、立花・トーベイのもと、モトクロス上でオートバイ訓練を行っていた、神・ケースケは、ジンギスカン・コンドルと、ガマゴエモンに襲撃される。2怪人を前に、仮面ライダー X へ変身した、ケースケだが、その戦いの映像は、 ヒマイラとアキレスによって、ゴッドアジトに中継され、キングダークと手術台の謎の怪人がこれを見守っていた。やがてデータ採取終了の信号弾が上げられ、退散するに怪人。敵の目的がわからず、リブカル、エックスライダーだった。ある晩、都内に住むエツゴとマサルの指定は、地下から響く不気味な声に目を覚ます。エックスライダーに知らせようと、一人で外へ出た。 マサルの前に現れたのは、ゴッドの動きを探っていた仮面ライダー1号だった。その様子を、影から見守るユリシーズ。翌朝、人間に化けたユリシーズは犬に吠えかかられて、正体を表し、飼い主の少年を襲ったが、仮面ライダー2号が現れると、あっさり退却した。さらに玉川では奇妙な機械を背負ったネプチューン、キクロプスヒュドラーを目にした少年が3怪人に襲われるが、 そこにライダーマンが現れると、これも退却してしまった。一方、ゴッドアジトでは、雷鳴と驚く中ついに謎の怪人、コウモリ・フランケンが立ち上がった。キングダークは、立花・東米イの営む、喫茶店に、メドーサ・アトラス・プロメテス・キャッティウスを差し向け、X ライダーを誘い出す。山中で、コウモリ・フランケンと、怪人軍団の出迎えを受けた X は、 クルーザーアタックでこれを尻け、続いて東米と若い女性を襲った、ヘラクレス、パニック、アトラスを、仮面ライダー1号2号、V3 ライダーマン、X ライダーの5人ライダーが勢ぞろいして撃退した。しかしゴッドの計画はいまだ謎のままであった。祈願城として使われた、コマザー給水塔先日、地下から響く不気味な声を聞いたマサルトエツゴは、その言葉を思い出そうとしていたが、 二人に同行する男の口にした、ゴッド、東京、品川、新宿、カラカラカラという謎めいた言葉によって、東京中の水を枯らしてしまう、カラカラ作戦との文言を思い出す。男はいきなり、リカルスの正体を表し、越後をさらい空に消えてしまった。その行き地を、コウモリフランケンのエネルギーとするため、越後ら若い女性たちが次々に拉致されていたのだ。 マサルによって、ゴッドの計画を知った五人ライダーは、スパイカワホリを追って、ゴッドの味と、奇岩城を突き止め、ここに、コウモリフランケンの率いる再生怪人軍団と五人ライダーの一大決戦が始まった。お台場十三号を埋め立て地に移った戦いは、ついに五人ライダーの勝利に終わった。キングダークの潜む塔へ乗り込んだ X だったが、キングダークは、本当の恐ろしさはこれからだと言い残し、 その姿を、トウモロトモゲンエの中に消してしまうのだった。戦いを終え、走り去る5人ライダーを飛行船のゴンドラから見送る、東米と救助された女性たちだった。コウモリフランケン X ライダーを倒すために作られた、ゴッド最強を誇る、深海人。X の戦闘データを元に研究して生み出され、すべての面において、X の能力を上回っている。両手に翼。 背中に大砲を備え、空からの砲撃で、X ライダーを襲う。本家フランケンシュタインのように、雷のエネルギーを浴びて蘇った。スパイカはホリを操り、若い娘たちの生き地をビーカーに集め、これを飲んで、エネルギーとしている。1号のライダーキック、2号のライダー2号キックで、左右の翼をもぎ取られ、4人のライダーの援助を受けた。 X ライダースーパーファイブキックを受け、まとめて積み重ねられていた怪人軍団の山の上に落ちて爆発した。コウモリフランケンの指揮の下、キングダークの力で蘇った怪人たち。本作品の脚本では、従来の作品と異なり各再生怪人の登場場面が明記されており、役割分担がなされていた。名称は、初代と違うものがあるが、名乗りの際のもの。 ジンギスカンコンドル、ガマゴエモンモトクロス上で、神ケ介スケを襲い、戦闘データを、キマイラ、アキレスに中継させる。メドウサ、キャッティウスと共に、祈願城で、X ライダーを待ち受け、ロープを使った、連携戦法で戦うが、遠心キックで倒される。キマイラ、アキレス、ジンギスカンコンドル、ガマゴエモンと、X ライダーの戦いの映像を、 ゴッド秘密警察と共に中継車でアジトへ送る。目的達成後 X ライダーと戦うが倒される。ユリシーズ人間の男に化けてのカラカラ作戦準備中に大嫌いという犬に吠えかかられ正体を表す。首の竜の口から妖怪ガスを出して犬を溶かした。祈願状とお台場での決戦にも参加。ネプチューン、キクロプス、ヒュドラー。 カラカラ作戦遂行のため、川で何事かを行っていた。背中に機械を背負っていたが、どういうものかは説明されなかった。ネプチューンとキクロプスは、祈願場とお台場での決戦に参加していたが、ヒドラーのみ、祈願場での決戦には参加していなかった。メドーサ、アトラス、プロメテス、キャッティウス、立花東米の経営する、喫茶店を襲撃し、神ケ介スケをおびき出す。 後に、アトラスは、ヘラクレスと、パニックと合流。メドーサ、アトラス、プロメテスは、祈願城と、お台場での決戦に参加。キャッティウスは、祈願城での決戦にて、一号ライダーに投げ飛ばされて、倒されたため、お台場での決戦に参加できなかった。メドーサは、テレビ本編初代は、女の怪人だが、本作では、男の怪人になっている。ヘラクレス。 パニックコウモリフランケンに捧げるため、アトラスと共に、通りすがりの若い女性を、東米ともども襲う。5人ライダーが到着すると退却した。ヘラクレスは、祈願城とお台場での決戦に参加していたが、パニックは、祈願城での決戦には参加していなかった。パニックは、初代と違いマントを羽織っていない。イカルス人間の男に、化け、マサルと手を繋ぎ、 知人のような振る舞いをして登場するが、人物背景は説明されなかった。正体を表し、越後、コウモリフランケンのもとへ運ぶ。祈願場とお台場での決戦にも参加。クロノス、アルセーデス、ケルベロス祈願場にて、X ライダーを待ち受ける。お台場での決戦にも参加。全曲とも、作曲、編曲は、菊池俊介。セットアップ。仮面ライダー X 作詞。 石森翔太郎、歌、水木一郎をオープニングおよび挿入歌として使用。レッツゴー。ライダーキック作詞、石森翔太郎、歌、藤孝一、戦え。仮面ライダー V3 作詞、石森翔太郎、歌、水木一郎、帰ってくるライダー作詞、滝沢まり歌から、コカドマジンエンディングとして使用。その他、ライダー参加、X ライダーアクションなどのメロオケ版が、 bgm として使用されている。いずれも、東映ビデオより発売。本作品及び、テレビ、仮面ライダーシリーズを制作した、東映生田撮影所は、この作品の後、大の映画制作会社、チャイオープロダクションと提携し、仮面ライダーのキャラクター衣装と、本作でのキングダーク関連の映像を提供している。本作品で登場した、飛行船、ありがとうございます。